さあ今日はいきなり本題に行こうと思ってるんですけれども僕はあの人間力大学っていうところで校長をやってるんですよ、まあ、人間力大学っていうのは大人の、えー、学び続ける大人の人たちがあの参加している、まあ、今はオンラインの講演会を週に1回受けられるっていう,う学びの場所になっていますもう 何年ぐらいやってんだもう5年ぐらいやってるのかなちょっと期間忘れちゃいましたけど。で、大島圭介さんっていう僕がもう本当に尊敬する12年前からもっとかマクドナルドにい,たいる時からだからね、もう15年ぐらい尊敬している講演家の方。まあ年齢は僕よりお若いですけど先輩ですね。えその方が理事長、立ち上げの人で、で僕は今校長という立場で、毎月僕も喋っています。 これ、おすすめだな。あの、めちゃめちゃいいと思います。で、僕以外にも、日本のトップの講演家の人たちが週に1回喋っていて、確か5000円弱だったと思います、会費が。めちゃめちゃ安いですね。1回の講演会が5000円ぐらいはかかる人が、週に1回喋って、月額5000円ぐらいなのでね、非常にお得な学びの場なんですけど、僕はあの、月に1回喋っていて、で、今回は、 夢とお金が9割な内容だったんですよ。タイトルちょっと忘れちゃったけど違うんですけど、まあ僕的な言い方すると夢とお金が9割の内容で、第2弾ぐらいかな。で、あのー、その時に人間留学で大学のね、事務局の方とも話したんですけど、やっぱね、お金の話は1回聞いたぐらいでは、やっぱ変わらないなと。なので、まあ定期的に何ヶ月かに1回かお金のテーマは繰り返しやろうっていう話をしました。 っていうのも、まあ、日本人のお金に対する考え方の、まあ、間違い方って半端ないなと思っていて、まあ、シンプルに言うと、お金は汚いものであるとか、お金持ちは悪い人であるって、もう100%間違ってるじゃないですか。なのに、未だにそうなってるのは、やっぱり長い年月かけて、えー、自分の中に蓄積された常識。当たり前がもうね、お金は汚いとかなってるんですよ。 だから、あの、人間力大学でも最後の質問が、あの、お金の受け取るのにね、受け取りづらいっていう風に思ってる人がいっぱいいるけど、どうしたらいいでしょうかって。ね、お金をもらうのにね、ちょっとあの、請求書を出すのに気遅れするとか、高い単価をつけるのに気遅れするとか、お金を受け取れないからボランティアで、えー、動いちゃうんですっていう人がいるけど、どうしたらいいでしょうかって言われたんでね、僕はもうズバリ答えましたよ。え僕に DM くださいと。え、代わりに受け取りますって。<laughs> というふうに答えたぐらい、まあ、日本人の方っていうのは、どう考えても自分が価値を提供しているのに、それをお金をもらうことに抵抗があるっていう、ちょっとよくわからない、もう間違った常識がこぶりついています。 で僕自身も講演家として活動しているときに、えー、っと、まあ、会社ねあ、団体か。ある団体で、ちょっと鴨さん喋って、って、もう、あの、古くからの仲の良かった人に言われて、あ、いいですよって、いくらなんって言われて、あ、30万ですって言ったら、なんかぼったくるかってぶち切れられたので、え、それからその人とはもう縁を切ってるんですね。 もう間違った考えをこっちに押し付けてくる人とはもう僕付き合わないって決めていて <laughs>、僕は講演家なので、その価値を提供しててお金を請求するのはもう1ミリも悪くないじゃないですか。っていうか、受け取らなかったらもう死んじゃいますからね。僕の活動止まるので。だから、お金のメンタルブロックがあるっていうのはもうそもそも環境の問題だなと、子供の頃からの教育の問題だなっていうふうに思っています。まあ、各言う僕もね、 子供の頃は親が公務員だったので、小さい頃から何千回、もしかしたら1万回くらい聞いたかもしれない言葉、うちは貧乏なんだからって言われて育ってきたので、なんかお金は自分のとこに来ないっていう思い込みはやっぱ強くって、だから小さい頃は、えー、お袋の財布からこっそり千円札を抜いたことがあります。やっぱお金って来ないと思うと、なんとかしてずるしてでも手に入れてやろうって思うみたいで、 でもうちの子供たち、今ね、僕は子供2人いますけど、子供たちはお小遣い制でもなんでもなくって、お金は必要だったら言えばいくらでもあげるよって僕、言っちゃってるんで、だからね、無駄遣いってしないですね、なんか必要な時に言えばお金って出てくるもんだと思ってるから、必要のない時に、例えば、うちの子たちが人のお金を取ることは、まあ、ないでしょうね、論理的にないよね。 うん、相手の嫌がらせみたいな感情とかを除くと、お金が欲しくって、他の人のお金をくすねるということはないでしょうね、だからうちの子たちは多分自分が仕事をするようになったときに、お客様からお金をいただくことはなんも、えー、気にならないと思います、いちかなんかも居酒屋で働いてるときに、なんか、いちかちゃん、チップあげるよってって、なんか1万円もらったそうなんですけど、1万円もらった、やったーって言ってましたね、で受け取ることに何の忖度もないですから。 っていうふうに、まあ、シンプルに言うと私たちは間違った教育を何十年も受けてきただけで、別にそんな深い理由ないと思うんですよ。お金で悩まなきゃいけない理由は。まあ、大切なことなので繰り返すっていう意味で今日も放送してるんですけど、まあ基本、僕のね、基本的な考え方のベースになってるのは、お金は移動した時にだけ人を幸せにしている。ですね。 ペットボトルのお水をコンビニエンスストアであなたが買ったとします。その瞬間に、コンビニエンスストアの店員さんのお給料になったり、コンビニエンスストアのオーナーさんの生活費になったり、コンビニエンスストアのオーナーさんの息子さんの受験費になったり、そして、えー、あの、お水のね、えー、お水を製造している工場で働く人のパートさんのお給料になったり、その会社の経営者の経費になったり、えー、その会社で使っている機械の、えー、工場に発注をかけて、その発注を かけられた機械の会社の方のお給料になったりペットボトルのプラスチックを作っている会社の人の給料になったりえこのペットボトルのお水を運搬しているトラックドライバーさんの給料になったりその会社の社長さんの経費になったり生活費になったりというふうにたった1本のペットボトルのお水を買った瞬間に数千人にばばっと幸せが伝わってるんですよ額はちっちゃいかもしれないけどでもそれをたくさんの人が行って消費した瞬間 自分のお金を誰かに渡した瞬間に、それが、たくさんの人に、ばーって、こう、わかりますかねばーってなってる感じ。いっぺんに、誰かの幸せをほんのちょっと作ってるってことなんですよ。で、あなたがそのペットボトルのお水を買わなかったら、そのばーっていう、誰かの生活が豊かになるは起きないってことなんですよ。だから、お金は使うとき、移動したときにだけ、人を幸せにします。反対に言うと、 自分の、まあ、例えば銀行とか郵便局とか、まあ、一番わかりやすいのはこう、タンスとかにお金を入れとくじゃないですか。それ移動してないので、あなただけがうふ,ふって思うだけで、えー、他の人の幸せは作ってないってことなので、幸せをクリエイトするためにはお金を使うっていうことがめちゃくちゃ大事だと思います。 で使ってばっかりだったら今度はお金がなくなってしまうんですけれどもお金ってやっぱり循環を作るっていう性質を持っているのでお金を使っている人のところにはお金が回ってくるようになってるってことです、まあ、一番わかりやすい例は経営者ですよね経営者って毎月お金を使ってお金を回収しているっていう仕事じゃないですか例えば会社を投機する瞬間にお金使いますよね 行政書士の方にお金を払ったり、収入印紙を買って、えっと、税金を払ったりしてますよね。そして、社員さんを採用した瞬間に、社員さんにお金を払うが確定してるわけじゃないですか。そして、その社員さんとともに価値を生み出して、それ以上にお金を回収するから会社が存続しているって考えると、もう会社の経営って、お金を動かしまくって循環させるっていうお仕事ですよね。 単にお金を入れるだけじゃなくて、出して入れて、出して入れて、これ移動をずっとさせてるわけじゃないですか。で、これを全員がやっていくと、経済が回るっていうふうになってるんですよね。まあ、そもそも経営っていう言葉は仏教用語なんですけども、その意味は自分の人生をどう営んでいくか、自分自身をどう生かすかっていう意味がね、 経営っていう意味なので、まあそう考えると経営者の方だけじゃなくて、もう生きている一人一人がもう経営をしているっていうことです。で、それが今は資本主義の社会に僕たちは生きているので、お金をどう活かすか。 っていうふうなことが自分を活かすことにつながっているので、まあお金のことと生きることは決して切っても切れないっていう関係だっていうことを、まあ僕たちは忘れがちなのでね、何回に一回かこのお金の話をしていこうというふうに思っております。まあ今日はね、あのすごく基本中の基本、お金は移動した時にだけ人を幸せにする。これだけ、えっ、ー、と、お伝えしたかったです。 え、このシリーズまたね、何回か2回かお伝えしていこうと思います。えー、鴨頭吉人の夢と金が9割シリーズでございました。ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの。いいねー。今日もお金を回しましょう。